回転式電動歯ブラシブラウン社の製品電動歯ブラシとは電気の動力により自動でヘッドが動く歯ブラシのこと。ヘッドの動きはスライド式と回転式両者を組み合わせたものに対別され稼働速度により音羽ブラシ、超音波ブラシと呼ばれる製品もある。また、イオン効果を謳った製品や絶対除去効果のある下ブラシを搭載する製品など、 多機能化も進んでいる。価格帯も広く、100円ショップで購入できるものから数万円するものまである。手動歯ブラシに比べて、思考除去の効果は高いが、手動歯ブラシ同様、歯の汚れている部分、汚れやすい部分にしっかりと毛先を当てることが大切である。1961年、障害者の器具としてアメリカで開発され、その後一般を対象に製品化された。 日本では1990年代より普及が始まり、2000年以降高校ケア意識の高まりを受けて普及率が急進した。出荷台数は2009年までは220万台前後で推移していたが、2010年はパナソニックのポケットドルツが150万台売れるヒットとなったこともあり、350万台に2011年は400万台の予想になるなど市場規模は、 近年急拡大している。どの方式であっても、メーカーや製品のグレードによって違いがあるので、一概には言えない。ヘルスケアの情報を提供する国際プロジェクト国蘭共同計画は、2010年のレビューにおいて、さらなる試験が必要としつつも、回転式電動歯ブラシは、横方向の振動式電動歯ブラシよりも、 思考と歯肉炎を減少するといういくつかのエビデンスがあるが、その差は小さく、臨床的重要性は不明であるとしている。最終改定が2005年2月17日のレビューにおいては、回転式以外の電動歯ブラシの場合、手用歯ブラシに対して一貫した優位性が認められなかったとしていた。ありがとうございます。